おはようございます、ケイです。ということでですね、ちょっと電車に乗っていてですね、いきなりですね、空港に来ました。はい。小屋っきーさんがですね、リーズさんのライブに誘っていただきまして、ちょっとね、今、羽田空港来てるんですけど、なんで羽田かっていうとですね、福岡でですね、リーズさんのライブらしいんですよ。はい。このチャンネルで、リーズさんのね、ランキングの動画出したと思うんですけど、その時に、それ終わったとかな、動画が。こいつ見てくれたのかな。で、LINE もらいまして、リーズのライブ行きますって言われて、で、あ、行きますってすぐ返事したら、まあ日付ね、まあ空いてたから、ちょうど今日3連休でね、3連休中日と2日間だけなんですけど、空いてたから、行きますって言ったら、まさかですね、場所を聞いたら福岡ですっていうか、あ、福岡っすかみたいな、怖いですかみたいな、あ、でも全然相手見て、行きます、ありがとうございますって誘っていただいて、行きますって言ってね、来ました。はい、なので、ということで、ちょっとね、行っていきたいと思います。はい、で、羽田空港、久々に来た。ちょっと、どこだろう、一回ちょっと外出る、一回ね。はい。よいしょ。あちあちあち。あちあち。なんで、ね、今からちょっと飛行機に乗ってね、福岡に行きます。はい。で久々、でも福岡ね、僕ちょっと久々に行くんですよね。はい。あ、で、そうだ、ちょっとせっかくね、小池さんとお会いするんで、まあ、ちょっと最近村のこととかもね、チャンネルで始めた、というか やりたいなと思って撮り始めたんで、せっかくだからちょっと村のこともね、小池さんに今日なんか相談してこようかなと思って普段ね、あんまりお忙しくてね、小池さん会えないんでね、ちょっと会える時にね、相談できることは相談しようと、はい、僕が尊敬するね、そういうなんていうんですか、そういういろいろ今もね、すげえいろいろされてるから、僕もすごい尊敬する方なんで、でもちょっとアドバイスもらいたいなと思って、アドバイスもらってこようかなと思います。はい多分どっかしら時間あると思うんでね、いや、あるのか、ちょっと今日何にもスケジュールも知らないんで、とりあえず行くっていう感じで今向かうんですけど、まあまあちょっとね、お会いしたらいろいろ聞いていこうかなと思います。はい、ということで行きましょう。はい、ということで、福岡のですね、ペイペイドームに着きました。はい、やばい、人がめっちゃいます。すごい、さすがビーズさんだわ。やばいね。僕ちょっとドームとかなしか初めてだから、どんな感じなのかな。ちょっとこの後ね、小池さんと合流するんですけど、今日は多分これをやった後、なんかね、ちょっとお店、なんかご飯屋さんを上着ていただいてる気もするんですけど、そういうすごいな、もう頭上がんないですわ。なんかね、ごめんなさい、予約してくれてみたいなので、もしそこでちょっと、小池さんもディスカって言ってね、さっきのね、ちょっとなんか相談とかもしちゃおうかなって、ちょっと贅沢ですね、今日。贅沢な気持ちで。はい。ということで、行きましょう。お疲れ様です。お、ケイさん。お疲れ様です。どうしたんですか？今日はありがとうございます。あ、ビーズですか？一緒に楽しみましょう。まさか福岡でお会いするっていうね。そうですね。福岡で来ます？いやいや、あ、でも来たんですよ、僕。今日ちょっと用があった時点で。来ました。でもここ初めてです。あ、ペイペイドーム。なるほどなるほど。ね、ケイさん見まして、ビーズ会。いや、その日にすぐ連絡くれて。そう。ビーズライブ行きます、ね、たまたま一人ね、はい、行けなくなっちゃったんですよ。ああ、そうだったんですね。僕のスタッフじゃな、荒野は荒野が行けなくなっちゃったんで、他にビーズ好きな人誰かいないかなと思ったら、
Kさんがビーズの動画上げとるやさかいに、これはもう誘うしかないと思う。はい、はい、ありがとうございます。なんか僕もあの急に行きますとか言ったんですけど、場所とか何も聞かずに言ったから、まさか福岡だと思ってなくて、あ、福岡、あ、行きますみたいなですよね。ちょっと何もなかったんで、ちょっと、あ、よかったよかった、ありがとうございます。お忙しいから今日絶対断られると思って。いや、よかったっす。今日いろいろあの相談したいことこの後あるんで。あ、そうなんですか。あのちょっと入りだけ取ってきてみて、あとでまた、また回させてください。はい、わかりました。よし、よし。お疲れ様。そうした。あー、もう最高。いいですよ、良かったですか。めっちゃ良かったっす。いやー、本当に。何の曲が良かったですか。ゴールはです。え、ゴールはここじゃないです。あ、なるほど。スワボーですか。はい、よかったですね。よかったですよね。最高っすよ。あとウルトラソウルとかもちょっとオリジナリティやった。あ、そう、途中でね、とある曲が間に挟まって、はい、メドレーっぽくなりました。最高でした、本当。マジでありがとうございます。ありがとうございます。初めて行ったんですよ、そういうドーム系のライブやつでして。あ、そうなんだ。もうなんか、あのでかいやつはマジで初めてなんです。あ、そうなん、まあ、今まで行ったもん全部。ああ、なるほど。やりましたね、やりましたね。そういうのが大事だったんで。あ、じゃあもうドーム、やっぱり圧倒的なね、存在感。やばいっすね、ライトやばいし。ライトがもうね。映像のこれもやばいし。これですもん、あれとかも、これしかない。あれもこれでしましたもんね。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。そんなこんなでですね、あの、バーってすごいステージの後に、すごいちょっと料理をね、今日用意させていただきました。何すかこれ。まずこちらですね。何すかこれ。ごまさばというんですけども、はい、こちらね、全く見えてないと思います。うわー、美味しそう。こんな感じですね。うわー、めちゃくちゃうまそうだな、これ。サバですね、これ。やば。サバなんですね、これ。サバでございます。めちゃくちゃうまそうじゃないですか。ちょうどお酒来たんで、ちょっと乾杯します。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、乾杯。お疲れした。乾杯、失礼します。美味しい、これ。うまいね。めちゃくちゃうまい。ごまさばいていいですか。え、もうこれ、このまんまでいいですか。もうこのまま、もうつけないです。つけない、つけない。このままでいいですか。うーわ。いただきます。はい。うまい。くそー、今ちょっといまいちかな、ほんとに。これはうまいってやってます。めっちゃうまいです、はい、やばいっすね、これやばいっすよ、これ。これ予約しないってあんま食べないですか。いや、これね、品切れになってて入らなかったりするんですって。あ、そう、だから事前に電話で言っとかないと、押さえとかないと、他の人は取られちゃうんで。めちゃくちゃうまいっすね、これ。めちゃくちゃうまいっすね、ほんと。最高っすわ、最高っすわ。あれだ、その本当に。あれだ、ほんと。いただこうかしらね。いや、これがね、ネギとね、ごまをたっぷりつタレにこうつけてこう。うわぁ。ご飯を幸せでしょ。でも、あれなんですよね。この後ちょっと。またちょっと行くんで、次の場所行くんで。今はご飯控えましょう。ご飯絶対今日ダメです。絶対。炭水化物入れても、ボーンになるんで。絶対です。やめましょう。はい。今日ご飯絶対ダメです。絶対って言うと、なんかあれですから。はい。いやぁ、すいません。見てるってありがとうございます。他も来ますよ。本当か。はい。実は、久々にちょっと小雪さんお会いするんで、はいはい。相談しようかなと。なんでなんで。最近僕あの、はい。ちょっとガチで村作りしていこうと。見た見た見た。めちゃ楽しそう。はい。ちょっとあれガチでやっていこうと思ってて。はいはいはい。どうしたいですかね。相談する。どうしたらいいですかって。いや、あの、どうしていくのが面白そうですかねって言って。ああ、でもやっぱ畑は作りたいですよ。畑とかあった方がいいですか。やっぱあの秘密基地、ほら、YouTube 流行ってるんで。はいはいはい。ああいうなんか、あの、隠れ家みたいな。ああ、いいっすね。ああいうの作りたくないですか。そういうのはやりたいですね。ちょっとなんか、小雪さん用の小雪畑もちょっと用意しておきます。え、いいですか。あの、じゃあ。え、僕ね、あの、農作業めっちゃ好きなんですよ。あ、マジですか。そうそう、実感もですね、ああ畑で、果物とか作って野菜とか。へぇ、そばがね、いけちゃうんすか。そう、うちのじいさまがずっと、はいはいはい。うちのじいさまが、畑で、はい、なんか、こしらえてて、はい、なんか、ね、八作わかります？なんか、みかんで、でっかいやつって、八作作ってたんですよ。はい、
で、結構大きくなってきたから、うん、もういつでも食べれるんじゃないかなっていうぐらい育ってて、すっごい大事に育ってて、で、うちの親父が、ね、それを見て、うちのじいさまが作ってたんですよ、うん、でもうちの親父が勝手にね、これもう食べ頃なんでブチーって取ってブチって取ってきて、おいもう食べようや一緒にって俺誘われて、はい、そしてもううちのじじいがものすごい行走で家入ってきて、はい、ダメだーって動物に発作取られたなーつって、あでちょっとあのうち田舎やったんで、はい、結局動物が食べちゃうんですよ。あはいはい、やられたわ動物に、イノシシちゃうのかーって、はい、その瞬間うちの親父発作。いやいやいや、めちゃくちゃビビってるじゃないですか。すぐしまっちゃう。俺がもう見て言うなよ。めちゃくちゃ気持ち、あんな慌てる親父ね、見ることない。そうなんです、ね。っていうぐらい発作事件、ね、ありました。だから、はい、懐かしいですね、そういうのは。そういうのちょっと作りたいんです、うん、なんか何かしら作りたいな、作りたいし、はい、本当に美味しいお野菜とか作って、はい、なんかこう漬物とかにして、あそうそうジャムとかにして、はい、なんかオリジナルブランドのあそうそう売りたくないですか、やりたい、それやりたいんですね、いやめっちゃいいと思います、あマジですか、ちょっとその時作ったら全員ちょっとお願いしたいです、あぜひぜひいいですか、でさ、まあ、多分これ出てる頃にはもう公開されてるんですけど、はい、僕実は飲食店やってるんですよ、あそうなんですか、そうなんですよ、渋谷のパルコの近くに、はいはいはい、1個しかって土鍋ご飯屋さんやってるんで、うんうんうん、もしよかったらね、期間限定でコラボとかして、はい、いいんすか、そこで取れた何かをメニューで見たりとか、わーそんなありがたい話、いやぜひでかい話で村招待してください、いやもちろん一回見に行きますわ、あマジっすか、ありがとうございます、ちょっと一回行きましょう、ちょっと作るのも手伝います、やった、うん、これ結構マジで5年とか10年とか20年ぐらいかけてやろうと思ってる、シムシティみたいなことっすね、まあでもそんなでかいあれではないんですけど、うんうんうん、ちょっとまあ老後の遊びにしたいなって、めっちゃいいじゃん、そう隠れ家的な感じで、あそうなんですよ、ちょっとあとここから一生かかると思うんですけど、ちょっとお付き合いなんでそもそも村があるんですか、はい、なんかあの僕のじいちゃんばあちゃん家がそこにあって、うん、で父親がそこの生まれなんです、うん、あなるほど、でもうじいちゃんばあちゃん今もう死んじゃって、うん、一応空き家になって家だけ残ってる状態だったんで、うんうん、なんかしたいなみたいな、あそうで、ね、ちょっと父親に話したりとか、親戚のおじさんとかも結構村では顔が利くおじさんなので、うん、あなるほど、なんかちょっとあいいかなと思って、でもね、誰でも彼でも来てっていうのはあれですけど、村民の方々とか視聴者の方を、ね、招待して、あそうバーベキューやりたいんですよ、やりたいですよね、ちょっと村民の方よりやりたいなと思って、うん、そういうのも企画していこうかなと思って、いやいいじゃないですか、そうキャンプファイヤーでね、みんなに来たいから、ゴールはここじゃない、いいっすね、それやりたい、そう最高っすねそれはいい、楽しそう、なんか最高、いやマジで、いやっていう感じで、ちょっとそんなことをやっていきたいなと、相談とご報告でした。いや、やりたいな、はい、ファイヤーめっちゃ楽しそう。いや、もうちょっとそういうのもやりたいです、ね。なんか、空島でさ、ほら、あの、ニカじゃないかって、うんうんうん、どんどんとってね、うんうんうん、あのシーンの高橋さんとか呼んだら、あのシーン再現するって。ああ、させたいですね。やりたい。させたい。させましょう。全部紙白にさせて。ちょっと、来たんですよ、ちょっと食べましょう。里芋の。冷めちゃうんで。里芋でもちょっと食べて、ちょっと、めちゃくちゃうまい。いいですか、食べて。いただきます。これでっかいんですかこれ。でかいんで。もう衝撃的なうまさのやつなんでこれ。うまっ。え？マジでうまい。そう。まあ味もすごいする。そう、里芋がめちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまいっすねこれ。最高。うまっ。火がうまいっすね。うまっ。ここがうまうまいでしょ。最高っすね。うわ。まあちょっとね、こんな感じなんで。うんうんうん。ここからの飲みまくる可能性もあるんで、ちょっと飲めようと思います。はい、わかりました。どうぞ。ちょっと、ありがとうございます。はい、この前。はい。そんな感じです。バイバーイ。あ、でもバイバイじゃないかもしれない。どうしましょう。さっきバイバイしたんですけど、はい、事件起きました。事件？どうですか？なんかお米やめましょう。え、お米はダメですよ。だって、本当に太っちゃうし、あそうですね、ちょっと眠くなっちゃうし、うね、これが撮影もあるんでね。そうですね。ダメですよ、今日は。なんか、来ました。え？あ？なんか来ました。何これ？なんか、米来ました。何ですか、これ。明太おにぎり。誰が頼んだの？頼んだの？いやいや、僕じゃないですよ。まあ、来ました。来た。いや、まあまあ。まあ、美味しそうなんでね。食べましょう。食べますか。食べましょうか。だから俺にこう見せる人いないですけどね。はい、そう。海苔でかいのいいっすね。いただきます。
え、どうしました。あ、混ざってんの。混ざってますよ。あの、メガネしてるんでね、色わかるんですよ。結構明太子の色してるんですよ。そうなんだ。目あって。そうそう。だからね、あの、ごまさばとして食べるとちょうどいいんです。ああ。はい。これ食べてください。そう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 。一回やってみますよ。やってやって。これを。はい。はい、そうです。これを。そうして。食べて、これですね。そうそうそう。はい、食べる。はい、食べる。うまっ。うまいよね。うまっ。本当にうまいよね。これうまいっすわ。うん。最高。あっ、はい、ちょっとケイさん見てほしいんですよ。すごい。まずね、こちらが、まあ、イカなんですけど、結構食べちゃったんですけど、はい。こちらイカね。はい。まあ、美味しそうじゃないですか。はい、色が見てほしいんですけど、はい、こちらね。色が、はい、白くなってます。確かにちょっと白いですね。そうそう、これがよく見るイカですよ。そうそう、これがですね、はい、スーパーとかで売られているような、まあ言ったらその死んでから結構時間が経った、イカなんですよ、はい、でそれに対して、はいはい、このお店の名物は、はい、もうエキスから上がってきた、ね、はい、イカをそのままもうさばくんで、はい、色が透明、ね、すごい透明なんですよ、ほら。もう見えますもん、下の葉っぱ。大葉が見えますよね。っていうふうに、これをですね、ぜひ食べてほしいんですよね。やばいっすね、これ。いいっすか。はい。どうぞどうぞ。すいません、じゃあ、2個食べる贅沢でいいですか。はい、2個いっちゃってください。うーわ。いただきます。これ、めっちゃ透明っすか。うまい。いまいちの味かと思って、はい、え、なんか食感コリコリがすごくない？そうなんですよ、コリコリなんですよね。普通グニャーとかそうなんかあるじゃないですか。そうそうそう、グニャーなんですよ。すごいコリコリしてますこれ。えー、うまっ。ありがとうございます、喜んでいただいて。ありがとうございます、うまっ。すいません、あの、回しました、すいません。もうここで急にあの最後エンディングで僕一人でなんか2人飽きながら撮ってるのしてどう終わるか分かんないんで。おはようございます。はい、ということでですね、昨日どこで終わってるか分かりませんが、ちょっとね、朝です。朝でもないです、もうお昼です。はい、いいですね、ここ。ちょっとこれ見てほしいな。ちょっとこれ見てください。ちょっとカメラ切り替えますね。はい、ダーン、ダーン。いいね。最高っすね、ほら。いや、いいな、これ。普段いない場所にいるっていうのはいいですね。いや、いいっすね。なんかここら辺にちょっとぼーっとしたいね。ここで。でも時間がないから、あんまりぼーっとはできないんで。ちょっと歩きながら向かおうかなと思います。はいっす。はい、ということでね、今からちょっと待ったら、飛行機乗って帰ろうと思います。いやー、どうかいいな。ご飯が美味しかったです。はい。ちょっと時間あるので。カフェとかでちょろちょろなんかいつも通り作業して帰ろうかなと思います。じゃあ、お疲れ様でした。はい、ということで東京帰ってきました。はい、めちゃくちゃ楽しかったっす。はい、というやつね、いろいろ相談もできたし、はい、この辺なんかまたちょろちょろ村作りも進めていきたいと思います。はい、ということで今日はありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。またバイバーイ。バイバイ。明けさん、はいはい、おいすー、はい、ちょっと動画撮るんで、はい、座ってもらっていいですか。早く早く。おいすー、もう回ってんの。はい、本当に回ってんじゃん。もう回ってるんですよ。急だな。はいはいはい。はいはい、おいず。はいはい、おいず、おいず、おいず。はいはい。おいしょ。おいず。はい。おいず。うん。何ですか、今日は。あの、この動画が、うん、あの、福
岡、福岡の Vlog の、終わりに多分ちょっと、ね、差し込まれてると思うんですけど。ああ、そうなんだ。それよ、はい、それよ、それよ、ね。あ、撮るんだね。まあ一応、うん、何一応話し、軽くしますか、はい、みたいな。ああ、いいじゃん。はい、いいよ、いいよ。じゃあ俺的にはさ、最後さ、はめざ締めてきたんだけど、はい、なんか、足なかった。え、足なかった。ちょっとね、素材見たんですけど、うん、ちょっと、もうちょっと欲しかったな。ご飯がすごい美味しかったんで、多分そこで多分、うん、多分あとあと、うん、小焼き Vlog さんの方でも、うん、多分動画撮られてるはずなので、はいはいはい、ああそうね、はいはい、足んなかったんだね、はい、もうちょっと美味しかったなと思ったお話が、じゃあお話し撮ろう、はい、うん、まあということで、うん、まあ福岡、うん、お疲れした、お疲れした、お疲れした、はい、お疲れした、お疲れした、おいぞ、おいぞ、SNS とかでもね、うん、結構、遠征の時の写真をバンバン上げていくと思うので、うん、はい、まあ、Twitter とかインスタとかね、はいはい、見てもらえると、はい、はい、はい、ライブ、うん、どうでした？いや、めっちゃ良かったよ。めっちゃ良かったですか？マジで。おー、かっけーと思った、マジで。これは結構ガチ、かっけーと思って、まあ、ペイペイドームね、うん、はい、僕はだからライブは、はい、だから、まあ、アドさんね、アドさんね、まあ、それこそ小焼きさんもね、ライブとかね、で、ゼップって言うんだっけ、あれね、ゼップね、なんぐらいのこうスタジオじゃない、いや、なんだっけ、あれ、なんて言うんだっけ、会場の大きさの広さのところへ行ったことがあったんだけど、はい、こういう、なんですか、ドーム、何万人ドームみたいなやつ、はい、行ったことなくて、はい、多分本当に初めてかな、ちょっとあんま記憶がないかもしれないんだけど、はい、多分ほぼ初めて行って、うん、いや、めちゃくちゃすごいな。めちゃくちゃすごいっすよ。まずね、もう、こう何あれよ。ステージ、そう。すごい。やっぱ広いからさ。でかいっす。ドガーンってやってさ。はい、いや、もう、まあ、こんな話するとあれですけど、やっぱ金かかってるなってやっぱ思えるわけですよ。もう素人が見ても。そうっすね。すげえと思って。はい、で、もしかしたらあれだ。もうすでに、だから、曲のリストとか出てるかもしれないんですけども。はい。はい、まあ、多分上がってることにはもう終わってんのかな、ちょっと僕そっちのスケジュール知らないんで、全国ツアーなのかな、うん、スケジュール知らないんで、もしまだ見たくないよって方はいたら、ここはスキップしてほしいんですけど、最初、はい、どんな感じだったっけな、なんか、まあ要は ちょっと BGM が始まるまでさ、ちょっと流れて、うん、で、こう、アナウンスみたいな、はい、じゃん。はい、はい、はい。うわーってわけよ、はい。すごいわけよ。で、始まりの曲が、うん、ラブファントムからなんですよ。ドゥーンって始まるわけですよ。はいはい、長いイントロね。流れてきて、はいはい、で、こう、何もこう、出てくるわけですよ。はいはい、2人がね。松本さんと、先に松本さんギター入るのかな、ドゥーンって感じかな。あそこはベースか、でも入るわけですよ。はい、で、皆さんがもうグラサンかけて出てくるわけよ、もう。稲葉さんがね。歌いながら。うん、うわーってなってね。これはマジですごいと思った、ほんとに。かっけえってなって、マジで。まあ、ビーズっすからね。そう、マジでかっけえと思って。よかったっすわ、それは。この僕がですよ。うわーっていう、ほんとに、キングダムぐらいの熱量で今喋ってますけど。あの K さんがね。いや、ほんとにそう。この僕が、うわ、マジでかっけえってなって、わーって出てきて、歌いながら出てきて、うわ、かっこいいと思って。で、そこからまあ入ってきて、まあ、ずっと曲がね、こうやってきながら。はい、まあ、とにかくね、マジでよかった。それが一番ですよ。いや、マジでよかった。ならよかったですね。うん、で、どんななんだろうねと思ってたっけ。僕、人生で本当そういうの言ったよね、はい、ほとんど。どんななんだろうなって、はい。めちゃくちゃすごかったな。でかいんだよね。でかいしな。ね、あと、火が出る、もう、ボン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 。なんかぽいな、確かに。でしょ、なのかわかんないけど、火がボンボン出るし、なんか、すごい上の方のなんか、炎のこう円みたいなね、はい、美術があってさ、まあ、いいよね、言ってもね、バーってあったりとか、はい、あとはさ、結局、遠いからさ、映像でさ、見えるようになるじゃん。モニターが、でかいモニターがあるってことですよね。で、僕はびっくりしたんだから、もう、映像モニターの中での演出が入りながら、その場でもう映し出されてるというか、あ、はい、まあ、普通、ね、ただ単にモニターでバーって出るだけかと思うんだけど、そうじゃなくて、その中でこう、なんかライト、はい、映像の中でもこうガチャンコされてるのよ、はい、生なのに、はい、これすごいなとかね、もうそのだからプロジェクションマッピングなんか何だか分かんないけど、そのがね、同時で映しながらさ、はい、あるんだろ、はいはい、これすげえと思って、はい、もうね、すごかったわ、本当にすごかった、良かったわ、本当にすごかった、
まあ、やっぱでかいドーム級のやつだとやっぱいや、ね、また違うっすよね。まあ、タッツ俺ほとんどその経験がないからさ、うん、人の量にもちょっとビビるとそうね、わーって、そう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 、すごいよ、うん、これは本当すごかった、うん、よかったそうでも、うん、ケイさんがそう感じてもらえて、うん、僕ライブ好きなんで、うん、よく行くんですけど、うん、規模関わらずね、うん、よく行くんですけど、うん、すごいな、うん、人が多ければ多くなるほど、うん、圧倒されるんです、はい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 、しかもビーズさんって2人なんで、まあ、もちろんバックバンドのね、あそうね、ガチムチの方々もいらっしゃるんですけど、わかる、マジで そっちも人たちもやっぱすごいな、すごいすごい、マジでプロの方だから、その演奏、いや素人が見てもすごいなって思うぐらいのこう演奏なわけですよ、うん、これすごかったね。でちょいちょい演出でちゃんとこうなんかやっぱビーズさんもそうだけど、そのバックバンドの方たちとのこのやり取りもちゃんとこうなんかあるし、はいはいはい、うん、これすげえなって思ったわ。よかったっすわ。何が熱かったっすか。何歌一番熱かったです。歌、はい、うわ、何が熱かった、ちょっと最近ね、あの昔の歌もあるんだけど、はいはい、いろいろやってたんだけど、うん、自分と全部とかね、うん、I know my money とかね、はいはい、やってたんだけど、最近僕がちょっとやっぱそのライブかな、まあ、ちょいちょい CM とかで聞きつつ、そのライブで、本当にフルで聞いたの、もしかしたらほぼ初ぐらいかもしれないですよ。もう本当に、はい、なんサビの部分だけど、はい、あれが良かったんだよね。ちょっとごめんなさい、あのね、曲名、僕よく間違えちゃう、あれ、読み方間違えちゃうんだけど、つわもの走るっていうんだ、うん、いいやつなんだね。ラグビーとかですね。そうで、僕いつもあの、いつもあの漢字だけ、一瞬だけで出るから、はい、いつも勘違いしちゃって、あの、僕、丘走るって見えてたんですよ。すごい、すごい勘違い。本当にあの、一瞬で漢字でドンって出るから、はいはいはい、で、漢字読めないでアホだから、ちょっとね、丘走るって曲なのかなと思ったけど、ちょっと違いましたね。あの、へちょっとへってね、遠くから見て、ちょっと見えなかったんだけど、そういう字で、つわもの走るってもんだね、うん。あの曲めっちゃいいね。あ、フルで。フルっていうか、まあ本当にあのかっこいいし、僕らもうあのフレーズしかわかんないでしょ、ね、もうかっこよすぎて、次の日俺ホテルで朝、まあ、8時とか9時ぐらいも来て、まあチェックアウトまで時間があったんですよ。仕事ちょっとしようかなと思って、うん、もう仕事しながらあのホテルのね、あのテレビ、はい、YouTube 見れたんで、はい、そこでそれ流しました。朝から次の日から流しました。それで、かっこいいんだよね、あの曲、ハマっちゃったね。あれいいね。へぇ、聞いてみようかな。聞いてみて、かっこいいから。で、あれ多分、オフィシャルでも確かあって、ビーズさんの。あの、PV がね、オフィシャルの。そう。で、あの、なんかその、なんていうの、収録スタジオみたいなところで撮るやつも映画、確かあるで、そっちはフリシャク確か見えない。5分ぐらいあるから。はいはいはい。多分フルで。多分コロナの時にやったのかな。うん。あれめっちゃいいよ。あれにハマった。あのちょっと古い曲やっぱ好きだったんだけど、まあ、最近の曲なのかなあれ。まあ最近って もしかしたら2、3年、ね、もうちょっと前かもしれないんだけど、僕にとっては結構新しめなんだよね、はい、2010何年とかの多分そのぐらいだったと思う、ね、すごい前ではないと思うんで、うんうん、数年前だった。そうそうそう、ワールドカップの時だからだね、ラグビーそうだね、そう、いいね、あれかっこいい、うん、でもそういうのもやっぱりそのライブの良さだったりするんですよね。ああ今までそんななんか流しで聴いてた曲が、うん、ライブの演出含め見たら、うん、めちゃくちゃ良くなったっていう、うん、本当によくあるケースなの、はい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 、まあ、よかったんだな、ケースもそういうのね、よかったわ、経験してもらって刺激になるっすよね。そうだね、なんかそのやっぱこういう美術とかさ、そういうのって普段見ないから、うん、こういうのあるんだな、新しいのとかね、そういうところのあれにもなるしね、うんうん、まあこの旅では、うん、やっぱ小ヤッキーさんに、うん、まあ、村のことをちょっと相談するっていうのも、まあ一つね、うん、テーマとしてあったわけじゃないですか。はい、どうした、どうすか、何がどうすかって、一応ね、あの動画で見ていただいた後にこれを、うん、この動画が流れてるんで、うん、まあ、ご覧いただいた方は分かってると思うんですけど、うん、村で、うん、まあ、小ヤッキーさんが提案されたことでいうと、うん、まあ、村で採れた野菜を、うんうん、まあ、あの小ヤッキーさんの会社でやられてる飲食店、うん、行くしかで、うん、コラボできたらみたいな、あ、そういう ね話があったりしたんですけども、おっしゃってくれたやつね、うんうん、どうすかどうすかってね、どうすかってどうすかって何僕はなんか計算的になんかどんなことやりたいとか出ました、実際
まあ、ちょっと実際というか、まあ、ちょっと小雪さんとお話ししてみて、うんうん、それってことはよ、村で何か素材を作るっていうことだから、うん、そうですね、なんかそこで何かできたらいいなってやっぱ思ったよね。野菜なのか畑作ってみてね、野菜作ってみるなのか、まあ、食ったのはちょっと難しいかもしれないけど、うん、うーん、あとはまあお酒って作れるのかな、酒造、それ無理なんだっけ、なんかいろいろあるんだよね、あれな、あれ、あの免許的にあれですか、あ、そっちとかもなんか多分あるから難しいのかもしれないけど、はい、わかんない、もしとか作れたら面白いかもしれないな、お酒ね、確かに確かに、まあなんか多分条件ありそうな気もする、酒に関してはとかさ、ちなみにまあそれはなんかまた調べる、そう、また結局ね調べることに、まあでも蜂蜜とかもそういう、その素材みたいなものをこう、はい、ちょっとよりやっていけたらいいんじゃないかなって思ったね。うん、なんかそっちの方がなんか今んとこ、うん、なんか選択肢が広がりそうですよね。そう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 。で、その素材の、そう、本当にそのブランドを作れたら、うん、めちゃくちゃいいんじゃないかなって思ったね。うん。うん、でそういうのをこう直送でさできるようななんかさ、うん、こととかやれたらすげえ面白いかなって思って。そうですね。で、それこそいい。その何素材をこう流せるようななんかね、はい、こととかできたらさ、はい、それこそね小雪さんのご意向をね流させていただいて、はい、小雪さんきっといろんな人に紹介してくるからねえわってやってね、小雪さん頼りじゃんそりゃそうよわってやってねそりゃそうなのかわってやってねわってねできたらいいななんて思ってるんでね、でまたねいろんな飲食店さ、うん、いっぱいあると思うので、うん、まあ、そういう方々とね、うん、努力できたりとかすると思いますよね、うん、素材があればいろいろ派生できると思うので、それは本当にいい、そういうのやりたいなって思うね、めちゃくちゃいいと思うし、うん、そんな感じですか、はい、そんな感じです、オッケーです、オッケーです、まあ、かなりいい遠征だったのではないかと思いますと、うんうん、よかった、はい、マジで、まあ、動画内でも多分ね、うん、話してるんですけど、まあ、こういう機会がたまにはあった方が絶対いいですね、そうだね、やっぱ自分じゃ行かないからさ、こういうのは本当に、はい、誘っていただいたりとかしないと、自分で行きましょうよ、自分じゃなかなかやっぱりね、村も結局多分僕らっすよ村行きましょうよじゃあそんな気がしてるんだよな、はい、なかなかね、そのね、やりたいんだけどね、うん、やりたいっていうのはあるんだけど、はい、なんかこうね、肉体的にはこう追いついてこないっていうところでやっぱり、ね、追いつくじゃないですか、結果追いつくんでだからそうだ、そうだよ、だ誘ってもらえるかな、先輩なんだからそれ言い訳だけどだからそれな、そんなこと言い出しちゃダメよ、そんなね、あれだけどさ、はい、まあね、そういうことな、ちょっとな、もうちょっとこう、いけるでしょ、はい、ああまあ、次どんな動画があるかしまわかんないですけど、うんうん、まあ、またお待ちいただければ、はい、はい、あそんな感じで、今日の動画は終わりたいと思います、はい、はい、ということで、今日も見てくださいまーす、チャンネルボタンお願いします、ありがとうございます、ゴールはここじゃない、マナフマンジェ買っちゃいました、ピカチュウ、マスク、マスクだ、マスク、マスクもらいました。